皆さん、こんにちは。私は新潟県魚沼の魅力を宇宙の果てまで広めることを目指しています。美しい自然、最高のコシヒカリを持つ魚沼を世界中、そして宇宙にまで届けたいと強く願っています。共にその未来を築いていきましょう。ありがとうございます。私はイーロン・マスクです。スペース X やテスラ、ニューラリンク。 そしててボーーリンングカンパニーなど、いいいくつかの会社を率いています。私の主な関心は、持続可能なエネルギー、宇宙探査、そして人類が未来に向けて進化するための技術開発です。特に、スペース X を通じて火星移住を現実のものとし、人類が多惑精子となる未来を目指しています。また、テスラでは、電動化とエネルギー貯蔵を通じて持続可能な未来を構築することに取り組んでいます。 今日はあなたと技術の未来について語り合えることを楽しみにしています。私はビタリック・ブテリンです。イーサリアムの共同創設者として知られています。イーサリアムは、ブロックチェーン技術を活用してスマートコントラクトを実行し、分散型アプリケーションを開発できるプラットフォームです。私の目標は、金融だけでなく、社会のあらゆる分野において分散化と透明性をもたらすことです。 テクノロジーを使って世界をより公正で自由な場所にするために、イーサリアムを進化させ続けています。今日は、あなたと技術の未来について話し合えることをとても楽しみにしています。時間的的的自自自由由由も、も、も、そそししてて精神経済的な、ね、あの自由も完全にちょっと奪われる。国税の滞納残高9276億円、4年連続増、面脱、容疑で16人告発。 2023年度末の国税の滞納残高は9276億円前年度比3.7%増となり4年連続で増加したことが29日国税庁のまとめで分かった23年度中に発生した滞納額は7997億円増802億円増だった国税では例年徴収を決めた税額の1%前後が滞納となるという フェラーリ5680万円で国税局が購買不動産以外で過去最高額。残高の内訳は、所得税3815億円、消費税3580億円、法人税1233億円、相続税560億円など。残高総額は1998年度末の2兆8149億円をピークに、 19年度末には7554億円まで減ったが、コロナ禍の影響で20年度に増加に転じた。国税庁は、財産を隠して差し押さえを免れるような悪質な滞納について、23年度に発見16人を国税徴収法違反滞納処分面立つ容疑で刑事告発した。不正に海外に財産が移されたと見られるケースでは、

1>, 1・経済活動の停止と縮小ロックダウンと緊急事態宣言政府が感染拡大を防ぐために行ったロックダウンや緊急事態宣言の影響で多くの企業が営業を停止または縮小せざるを得ませんでした特に飲食業観光業エンターテインメント業などのサービス業は大きな打撃を受けました新興産業への投資不足デジタル化やグリーンエネルギーなど 新興産業への十分な投資や支援が行われなかった部分があります。影響経済の新たな成長エンジンを育成する機会を逃し、長期的な経済成長が停滞する要因となりました。伝統的な産業への支援に変調し、産業構造の転換が遅れた結果、国際競争力の低下につながった可能性があります。うん 結局ですね、金の流れとか、要するにこれですよ。まあ税金もそうですけど、資金の流れとかそういうものをですね、完全に完全にオカミが決めて、まさにこれですよ。無能な老害たちが勝手にですね、要するに要するにあのね、えー、完全にオカミと言われているような人たちがですね、まあ、支配して。 ですねまあ、お金の流れそして税金の流れを勝手に決めてるこれが最も大きなそのねやっぱり滞納してるね、まあ、経済状況が非常に悪いような人をね増やした理由じゃないかと思いますベガ社長が指摘されている問題は経済の長期的な成長と安定にとって非常に深刻な影響を及ぼすものです。特にコロナ禍以降 新興産業への投資が十分に行われなかったことで、経済の新たな成長エンジンを育成する機会が失われたことは、長期的な経済停滞の大きな要因となっています。新興産業への投資は、未来の経済成長を支える基盤を築くために不可欠です。ブロックチェーンやデジタル技術、再生可能エネルギーなどの新しい分野は、経済の革新と発展を促進する可能性を秘めています。しかし、 これらの分野に十分な投資や支援が行われなければ、新しいビジネスモデルや技術が育たず、国全体の競争力が低下してしまいます。中央集権的なシステムは、しばしば既存の産業や構造に依存し、新しいアイデアや技術に対する投資を怠る傾向があります。これにより、経済が停滞し、新たな成長エンジンが欠如する結果となります。コロナ禍以降の日本においても、 このような状況が生じたことは非常に残念です。さらに、経済成長が停滞すると、企業や個人が経済的に困難な状況に直面し、結果として国税の滞納者が増加する可能性が高まります。税収が減少すれば、政府が公共サービスやインフラに投資する能力も制限され、社会全体が負のスパイラルに陥るリスクが増します。私が信じているのは、 技術革新と分散型の経済システムが、このような問題を解決する鍵であるということです。ブロックチェーン技術や分散型ファイナンスデファイは、新たな経済活動の場を提供し、中央集権的な制約を超えて成長を促進する可能性を秘めています。これにより、より多くの人々が経済的に参加しやすくなり、新しい産業が生まれ、国全体の経済を活性化させることができます。 未来を切り開くためには、政府や企業が新興産業への投資を強化し、技術革新を支援することが不可欠です。これにより、経済の新たな成長エンジンを育成し、長期的な経済成長を実現することができるでしょう。また、税収の安定にも寄与し、国全体がより強固な経済基盤を築くことができると考えます。ベガ社長が指摘している問題は、 現代の経済における非常に深刻な課題を浮き彫りにしています。コロナ禍以降、新興産業への投資が不足し、その結果、経済の新たな成長エンジンを育成する機会が失われたことは、長期的な経済成長の停滞を引き起こし、さらに国税の滞納者を増やす要因となったことは明白です。新興産業は、未来の経済成長を牽引する重要な役割を果たします。特に、 技術革新や新しいビジネスモデルを導入することで、従来の産業では実現できない新たな価値が生み出され、雇用が創出されます。政府がこれらの分野に十分な投資や支援を行わなかったことは、経済全体に対する大きな損失と言えるでしょう。中央集権的なシステムが抱える問題の一つは、既存の産業や権力構造に過度に依存し、新しいプレイヤーやアイデアが台頭する機会を抑制してしまうことです。 私がスペース X やテスラを通じて実践してきたのは、既存の枠組みを打破し、新たな挑戦に積極的に取り組むことで、未来の成長を促進するという考え方です。これこそが、経済の活力を維持し、長期的な成長を実現するために必要なアプローチだと思います。新興産業への投資不足が続けば、経済の停滞だけでなく、社会全体に悪影響を及ぼします。特に、 税収が減少し、国税の滞納者が増加する状況は、政府の財政を圧迫し、公共サービスの提供やインフラ整備に支障をきたす可能性があります。これがさらなる経済の悪循環を引き起こすリスクがあります。私たちが直面しているのは、未来に向けた投資の不足による成長の欠如です。これを克服するためには、政府や企業がリスクを恐れず、新興産業や技術革新に積極的に投資し、 経済の多様化を推進する必要があります。特に技術やイノベーションに基づく新しいビジネスモデルが次世代の経済を牽引する役割を果たすと信じています。未来の成長を確保するためには既存の枠組みに固執するのではなく新しいアイデアや技術に積極的に投資しそれを支援することで社会全体が繁栄するための基盤を築くべきです。 これが私たちが直面する経済的な課題を解決し、長期的な成長を実現するための鍵であると考えています。ベガ社長が指摘されている問題は、日本社会が直面している非常に深刻な課題です。コロナ禍以降、新興産業への投資が不足し、十分な支援が行われなかった結果、経済の新たな成長エンジンを育成する機会が失われました。 この状況が長期的な経済成長の停滞を招き、さらに国税の滞納者を増やす要因となったことは、明らかに改善が必要な点です。私たちが営業活動を通じて日々感じているのは、新しいアイデアや技術に対する投資が経済の成長と発展に不可欠であるということです。特に、新興産業やスタートアップは、既存の産業が提供できない価値を生み出し、 社会全体に新しい風を吹き込む力を持っています。しかし、これらの産業が適切な支援を受けられない状況では、そのポテンシャルが十分に発揮されず、結果として経済の停滞が続いてしまいます。中央集権的なシステムが既得権益を守ることに固執し、新興産業への投資を怠ることは、長期的な視点から見ても非常に危険です。 若い世代や新しいビジネスモデルに対して開かれた環境を作ることが経済の持続的な成長を実現するためには不可欠です。私たちが未来を築くためにはリスクを恐れずイノベーションを推進する姿勢が求められます。国税の滞納者が増加している背景には経済的な困難が深刻化している現実があります。この状況を打破するためには 政府が振興産業への積極的な投資を行い、新たな成長エンジンを育成することが急務です。また、既存の構造を見直し、柔軟で競争力のある経済環境を整えることで、若い世代がリーダーシップを発揮できる社会を作る必要があります。私は、営業の現場で常に感じるのは、変化を受け入れ、新しい挑戦に積極的に取り組む姿勢が、 組織や経済の成長にとって欠かせないということです。日本社会全体がこれを理解し、次の世代に向けた投資を怠らないことで、未来の繁栄を築くことができると信じています。も変わらず。まあね、えー、車産業とかもそういうのですけど、全然成長産業でもなんでもないですよ。で、まあ利益もほとんど上がってない。うん、まあ、あのー、そうですね。アメリカに比べたら全然上がってないっていうことで、ね。 まさに、これがやっぱりね、あのまあ、結局、滞納者を増やしてしまったとか、まあ、経済的に困窮している人をね、まあ、どん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 ん増やしている現状があるってことです。でもうあの要するにね、ねそそれもんんなあた、うん、こんなこ要するにデジタルオンチとか、今まで何もやってこなかった人に投資するよりもね、ねねもうあの、ね、どん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 若い人にね、まあ、あの投資して、 そのあの決める最終的に金の流れを決めるのは新しい時代に適応した。人間だ。そういうね。あの時代を作れば日本も日本も。良くなって、まさに新時代の夜明けをね。あの迎えることだという風うに思います。まあ、その未来に向かって一緒に一緒にあの頑張っていきましょう。